2014年12月からの新デザインを使用した仙台駅のニューデイズ、蒲田駅のニューデイズ試験的に導入された旧デザインのニューデイズ、新宿西口店鈴目宮駅に存在したニューデイズ JC が併設されていた北長野駅の旧駅舎生鮮市場 JC ニューデイズキオスクニューデイズは JR 東日本クロスステーションディテールカンパニーが運営する日本のコンビニエンスストア 主に、東日本旅客鉄道の鉄道駅に出店している。2014年12月の新デザイン導入前までは、ニューデイズとすべてアルファベット大文字表記であった。対別すると、ニューデイズとニューデイズミニ、さらに、キオスクとの融合店舗である、ニューデイズキオスクの3種がある。駅から始まる、新しい毎日というコンセプトをキーワードにして、 JR 東日本の経営計画、ニューフーロンティア21における、ステーションルネッサンスを実現するため、2001年10月1日に、JR 東日本コンビニエンス株式会社と、東日本キオスク株式会社が合併した。ニューデイズ、ニューデイズは、JR 東日本コンビニエンス株式会社が、展開していた、JC が、また、ニューデイズミニ、ニューデイズミニは、 東日本キオスク株式会社が展開していた小型コンビニ業態店ミニコンビが前進。近年は特に区別されていないがミニ店はニューデイズミニ船橋5号、ND ミニ船橋5号のようにレシートに ND ミニ号と表記される。ただし合併後に開店した店舗ではニューデイズ船橋、ND 船橋のように実質ミニ相当でも店名にミニを含まない場合も多いが 店舗周辺で納品を待つ番10などに重複された、伝票上の NDM 船橋を NDM 船橋など、M はミニを意味する M が付与され、内部的には区別されている。駅売り店という出自から、店舗数は約500と少ないが、1日の平均売上高は57万円、店舗と業界最大手のセブンイレブンに次いで2位を誇る。また、 年間売り上げは1000億円と西武オニア 3F といった中小コンビニよりも上回っている。オリジナル商品の開発にも積極的で2016年時点では調理パン、ペイニストシリーズ、菓子及びカウンターコーヒーの駅なカフェシリーズのほか、大手食品メーカーと共同開発した PB 商品も発売されている。初期は上記の鎌田駅のニューデイズの写真にもあるように、 東日本キヨスクが運営しているということで、ニューデイズバイキヨスク看板などに書かれていたが、運営する東日本キヨスクが JR 東日本リテールネットに社名変更したことに伴い、その前日の閉店後にバイキヨスク表記が消去された。スーパーマーケットなど各地で動きが出ているレジ袋削減の動きがニューデイズでもあり、2 0 0年末から2 0 0年1月まで、 キャンペーン期間中に、スイカで400円以上の買い物をすると、スイカエコバッグがプレゼントされていた。また、これを、次回の買い物の際にレジ袋の代わりとして持参すると、シールがもらえ、20枚貯まると50円値引きされた。一方、スイカ電子マネーの利用によるキャンペーンの実施は、期間限定で続いており、2010年時点では、特定曜日に JRE ポイントを 通常の2から5倍付与したり、特定商品を追加利用で割引にするキャンペーンを実施している。2004年4月1日の消費税、総額表示変更に伴い全て1円単位の内税方式に統一されたが、それ以前は消費税の計算方法が異なり、ニューデイズが1円単位の外税方式、ニューデイズミニがキオスクに準じて5円単位の内税方式で、 同じ商品でも値段が異なっていた。2015年3月14日より、キオスクの一部店舗が、順次新業態、ニューデイズキオスク、内部的な略称は、NDK に転換されている。これは、キオスクをニューデイズのマイクロショップという位置づけで、キオスクのコンパクトで、スピーディな店とコンビニの鮮度が高く幅広い商品を、買いやすい店と双方の利点を生かした店舗としたもの。 キオスクのマイクロコンビニ化の扱いであり、ニューデイズの公式サイトではなく、キオスクの公式サイトで店舗が扱われている。また、既存のキオスクのままでニューデイズのおにぎりやパンを取り扱う店舗も増えている。2010年10月付で、ニューデイズとキオスクの営業部隊は、コンビニエンス営業部として統合済みでその段階で一部のキオスクがニューデイズに転換された店舗もあり、 融合化は必然的な流れといえ、そのうちのさらに一部が本業態に再転換されたものもある。地域によっては、ニューデイズ店舗の至近距離にニューデイズやキオスクが配置されて、同一会社の類似、同一業態店舗にもかかわらず競合に近い状態にある駅が見られる。これは、QJC の多くが国鉄時代の物資部を源流とする、 物販会社を中心とする JR 東日本の地域市会社が運営するエリアフランチャイズになっていたため出店当時から同じ JR 東日本グループではあるが別会社の事業であったため全く別個に展開されていた名残である双方が同一会社の店舗ブランドとなったりキヨスクキヨスクからニューデイズへと転換して 同一ブランドとなった現在も2009年4月1日に J リテールに移管した関東地区を除き、QJC 店舗の多くは、東北総合サービス、ジャスター、JR アトリスなど J リテールの直営ではなく、各地域市会社が運営している。QJC のエリアフランチャイズのうち、新潟県、長野県地区はニューデイズへの転換を待たず、閉店している。 新潟地区でトッキーが運営していた JC は、すでに全店舗廃業し、長野地区でも長野支社系列のシナノエンタープライズが運営していた正規の JC は閉店した。ただし、シナノエンタープライズがスーパーマーケット業態として独自に運営し、2011年以後はステーションビル緑が運営する生鮮市場 JC では、 現在も JR 東日本グループで唯一 JC の名称とロゴが使用されている。駅のカフェ店舗に配送する JR 東日本物流のトラック。ありがとうございます。